中,中国大使がイギリスメディアのインタビューに対し石原都知事の尖閣諸島購入計画について日中関係に重大な危機をもたらすことになるなどと反対を明言し波紋が広がっています丹羽宇一郎大使は7日付のフィナンシャル・タイムズのインタビューで石原都知事の計画が実行されれば日中関係に極めて重大な結果をもたらすだろう 過去数十年間の努力が水泡に期すことを許すわけにはいかないなどと述べましたこの問題について北京の日本大使館は発言の内容についてコメントは差し控えるとしています日本政府の関係者が尖閣諸島の購入計画について反対意見を表明したのは初めてで波紋が広がっています庭大使が個人的な見解を述べたと いうことで政府の立場を表明したものでは全くないとには大使本人にこれ叱るべくこれ外務省の方から注意したと。また民主党の前原政調会長も我が国の固有の領土の尖閣諸島についてどこが買う買わないで中国と問題になるということ自体が見識が問われることだと批判しました。その上で。 大使としての職権を超えている、適切な発言ではないと、不快感をあらわにしました。